野口五郎さんと三井由里さんの間には二人子供がいて、美人の娘とイケメンの息子と話題です。その学校、大学、中学高校、写真は、歌手やピアニストを目指すという噂は、前ページ、野口五郎嫁、三井由里との馴れ初め結婚、離婚危機、からの続き。野口五郎さんの子供は娘と息子。現在は、野口五郎さんと三井由里さんの間には娘さんと息子さんが一人ずついます。長女、野口彩音、2002年6月5日生まれ。長男、野口優斗、2004年5月2日生まれ。それぞれ見ていきましょう。野口五郎さんの娘は野口彩音さん。大学は、野口五郎さんの娘さんは野口彩音、野口彩音さんと言います。2021年6月5日に BS 朝日、人生、歌がある、で父親の野口五郎さんと親子初共演を果たしたことが話題になりました。放送では野口五郎さんのヒット曲、これが愛と言えるように、のピアノ伴奏を担当しました。こちらが親子の2ショットです。母親似の美人ですね。生年月日は2002年6月5日で、放送日がちょうど19歳の誕生日でした。実は、親子共演はもっと前に実現していて、2007年8月にリリースされた野口五郎さんのカバーアルバム、パラドキシーニューカバーには、当時5歳だった野口彩音さんもコーラスとして参加していたのだそうです。野口五郎さんは、16分の歌も歌える、と当時5歳の娘に対して、親バカぶりを発揮していたことも話題になりました。野口彩音さんは2021年4月に東京都内の音楽大学に進学したばかりで、勉強はもちろん、コンクールにもたくさん挑戦したいとのことです。野口彩音さんの大学はどこなのでしょうか？野口五郎さんのアメブロによると、彩音さんは幼少の頃よりピアノを習っていて、大学はピアノ演奏家コースに合格したとのことです。ピアノ演奏家コースを検索で調べると、東京音楽大学、昭和音楽大学、名古屋音楽大学の3つが出てきました。他にもあるかもしれませんが、検索ですぐに出てくるのはこの3つでした。東京都内だと上の2つに絞られますね。他の音大にもピアノ演奏家を目指す人のための専攻はもちろんありますが、演奏家コース、ピアノ演奏家特別コース、ピアノコースとか、微妙に呼称が違っていたりします。ネット上では、東京音楽大学では、と推測する声が目立つようですが、特定できるような決定的な情報源はなく、不明です。ちなみに、野口彩音さんの中学高校についてですが、ネット上では、東京女学館という噂があるのですが、こちらも根拠ははっきりせず、確かなことはわかりませんでした。野口五郎さんの息子、野口優斗さん。野口五郎さんの長男は野口優斗、優斗さんと言います。野口優斗さんは2004年5月2日生まれ。野口優斗さんの写真画像ですが、こちらが幼い頃のものだと言われています。母親の三井由里さんに抱かれています。まだ幼いながら、かなりイケメンであることがわかります。優斗さんによると、父親にとよく言われるそうで、野口五郎さんも、自分の子供の時によく似ていると発言しています。ちなみにこちらが10歳の時の野口五郎さんです。さすがのイケメンです。確かに似ている気もします。2017年4月22日放送のメレンゲの気持ちに野口五郎さんが出演した際。学校から帰ってくると結婚名刺とか手紙とか持ってきますよ。いろんなプロダクションから、どこかのプロダクションの方がずっと追っかけてるみたい。と明かしていました。さらに、母親の三井由里さんが近くにいても、そのスカウトの人は優斗さんの方しか見ておらず、三井由里さんには気づいていないのだとか。つまり、野口五郎さん、三井由里さんの息子であると知らずにアプローチしているということになります。やはりプロのスカウトは見る目が半端ないですね。
しかしそれもユートさんの写真を見れば納得です。メレンゲの気持ち。では当時14歳の娘の野口彩音さんのピアノに合わせて、野口五郎さんとユートさんが歌を披露しており、その歌唱力の高さも話題になったみたいですね。音楽一家の野口五郎さんのお子さんだから、音楽的センスは折り紙付きなのでしょうね。なお、野口優斗さんの学校について、ネット上では立教中学校、高等学校ではないかと言われていますが、特に根拠らしい根拠が見当たらず、噂レベルの話に過ぎないようです。意外に、姉の彩音さんと同じように音楽系の学校に進学していたりするかもしれませんね。